東日本大震災で福島から東京に避難してきたはなりちゃんですね。はなりちゃんのはお母さんとそして妹と3人で住んでいる母子家庭出身の子供です。彼女は合わせて学習障害も抱えていて、なかなか学校の勉強についていくことができません。宿題もほとんど家ではできず、難しい問題に直面するとできない、泣きながら諦めてしまいます。こんなはなりちゃんと出会ったのは2年前です。東南大の学習支援プログラムの矢野先生がはなりちゃんを見ることになりました。今では2ヶ月間のプログラムの間に150の宿題をこなし、家でお母さんに誇らしげに、私こんだけ頑張ってるんだから、そう言いながら、今はパティシエになる夢であったり、そしてその先に大学に行くことも夢見ながらですね、一生懸命勉強をしております。で、こんなはなりちゃんもですね、こういった素敵なストーリーがたくさん学校の中から上がってくるといいなと思ってるんですけれども、現状日本ではそういった状況ではなくて、非常に子どもたちは厳しい状況に置かれているというふうに認識しています。例えば先ほどの今いろんな統計で出てるんですけれども、今日本の子どもたちのうち中学生ですね、将来に希望を持っている中学生の割合というのが全体の3割に満たない状態なんですね。中国が9割以上の中学生が今将来に希望を持っています。自分をダメな人間だと思う高校生の割合が日本というのは実は 65% を超えてきているんです。高校1年生に限っては自分のことをダメな人間だと思っているのが 81% もいるんですね。で、そういった自分をダメな人間だと思ってしまっている子どもたちと直接本当に触れ合ったのが奈良でのプログラムになります。これ中学生なんですけれども、喫煙であり窃盗であり家庭裁判所が当たり前の中学生たちです。で、まあこういった状態で彼らとですね、まあ先ほどのそれで言うと左側から優と慶吾そして敦也なんですけれども、彼らといろいろ話をして、まず出てくるのが、俺らどうせダメだから、これしか言わないんですね。本当に自分をダメな人間だと思ってしまったんです。ただこういった子どもたちと一緒にしっかりと向き合って信頼関係を築いていく中で、少しずつではありますけれども勉強するようになっていくわけですね。机に向かうようになってくる。で、そんな中である最後の日です、優斗君が言ってくれました。先生らみたいな人と早く出会いたかった、また次来てくれるけ、そういうふうに言ってくれたんですね。で、とはいえこの子どもたちが抱えている環境というかですね、状況は非常に厳しいものがあります。経済的な要素であり、社会的な文化的な背景ももちろんあるんですけれども、例えば貧困という軸で見てみると、日本には貧困がないんじゃないかとよく思われがちですけれども、生活保護受給者数は年々増少していて、今は215万人を超えてきている。3.8 兆円の財政支出になってきています。若年者層の生活保護受給率というのが非常に深刻な問題になってきています。世界的に見ても相対的貧困率という軸でいうと、日本は OECD の調査によると、メキシコ、トルコ、アメリカに次いで4番目に相対的貧困率が高い国というふうになってデータでは出ています。こういった貧困がもたらす影響というのは非常に深刻で、子どもの学力ですね、世帯年収と学力との相関、年収が高ければ高いほど子どもたちは学力が高くて、年収が低ければ低いほど子どもたちの学力は低い。ここ東京大学でも 50% 以上の世帯の年収が1000万円以上のようです。
で、こういったところで基礎学力のところは決まってしまって、その先にある大学の進学率にも影響を与えていき、さらには就労の機会であったり、その先にある賃金にも影響を与えていく。子育て世代の年収を比較してみると、大卒と高卒を比較するとですね、180万円の差になります。この間を全部足し合わせると1億円ぐらいの差になっていくわけですね。何よりも深刻なのが、これは連鎖しているってことです。生まれた環境によって学力が決まってしまい、そこから先の高等教育へのアクセスサビリティであったり、その先にある就労の機会、そして賃金、そして自分が大人になった時に自分の子供に与えられる教育がまた限定的になってしまう。生まれた地域環境や家庭環境によって子供の人生が決まってしまってるんですよ。私はたまたま松田家に生まれたから今ここに立ってるかもしれないですけど、それが他の何々家だったら全く違った人生を歩んでた。果たして我々ってそういった国を作りたかったんでしたっけ。これを変えていくためにはトランスフォーメーショナルチェンジが必要です。ただ単にマイナスのネガティブな状態にいる子どもをゼロに持っていくんじゃなくて、いかにプラスに持っていけるのか、これを考えていかないと先ほどの連鎖は断ち切ることができません。じゃあ我々は何を目指していくのか、どういう教育を目指していかなければいけないのか。それは工業化のための教育ではなくて、それは脱工業化であり、21世紀の社会で生き抜く子どもたちを学校でちゃんと準備させていかなきゃいけないと思っています。イノベーションです。20世紀型の社会はベルトコンベアの前に立ってある製品を高品質に作っていれば幸せな人生が日本でもありました。今明らかに社会は変わっています。工業化ではなくて情報化が進んでいて、情報を使って新しいものを作ってクリエーションしていく、もしくは課題解決をしていく、そういった能力が求められる。教育の世界ではどん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 変わってきています。お互いの個性を生かしながら多様性を大切にして時代を、手を取り合ってですね、時代を切り開いていく力であり、そして情報を本当にくっつけ合わせて新しいものをクリエーションしていく場をファシリテートするのが学校の教員に求められてきているわけですね。時代は変われど日本の教育は未だに右向け右、左向け左の教育になってしまっている。ある情報を一方的に伝えてしまっている、暗記偏重型の教育になっている。このギャップを埋めていく必要が、全ての子どもたちに右側の21世紀型の教育というのを担保していく必要があると思っています。で、そういった中で、とはいえこういう大きな教育の世界にイノベーションだとかトランスフォーメーションのチェンジをしなければいけないと、私一人でどんだけ声高々に言っていても仕方がないわけですね。課題は解決できないわけです。そこで重要なのは、いかに当事者をたくさん増やしていけるかっていう話かと思います。どんだけ問題意識だけではなくて当事者意識を持って立ち上がって行動する人をどんだけ一人でも多く増やしていけるのか、これに取り組んでいかなきゃいけないと思っています。 Teacher Japan はこういった当事者意識を持って行動できる人を増やしていく活動をしております。具体的には2つのプログラムをやっておりまして、1つは学習支援プログラム、生活保護ですとか今回の震災で被災してしまった弱い立場に子どもたちに対して、我々が選抜をした大学生や大学院生に事前にリーダーシップトレーニングであり、課題解決のトレーニングであり、指導に関わるトレーニングを30時間受けてもらって、全国の子どもたち35プログラムで子どもを放課後だとか週末教えるプログラムです。ここでは研修を受けてもらって、でなぜ選抜をするかというと、我々は課題を解決するためにやってるんですね。ただ単にボランティアプログラムで子どもたちにいい出会いを提供できればいいよね、確かに素敵ですけれども、子どもたちの人生を変えなければ、トランスフォーメーショナルチェンジをしなければ、私は意味がないとは言わないですけれども、やっていかなければいけないというふうに思っていて、だからこそ課題解決できるリーダーを選抜してトレーニングをしています。クオリティ担保で、そういった研修を受けてもらった、学生教師にですね、子どもの前に立ってリーダーシップを発揮してもらって、時には大変な状況に、入ります。不良と言われている子どもたちの前に立って子どもたちを導いてきます。ただ世の中では不良として思われているかもしれないですけれども、この子どもたち何も悪くないんですよ。子どもの責任なんてしちゃいけないですよ。教育の世界においては何一つないと思います。子どもの前にどういった大人がどういった思いでどういった授業をしていくのか、そういったことが、そう大人が作り出す環境によって子どもは形成されていくわけですよね。そういった形で、とはいえこういった子どもたちであっても好きなものは一生懸命やるんで、
いかに学ぶということをこんだけワクワクすることが、ワクワクするできるようにしていくのか、我々の学生教師たちが一緒に課題解決をして子どもと向き合って信頼関係を築いていって、そして少しずつではありますけど勉強するようになる、やればできるんだという気持ちになる。中にはですね、放課後残って、なぜか上から目線なんですけれども、勉強残って教わってやってもいいよっていう子も出てくるぐらい、でもエンジンがかかり始める証拠、瞬間なんですよね。エンジンがかかり始める瞬間で、こういった形で子どもたちを導いて、出会いで成功体験で少しでもいいから人生を変えていきたいと学習支援をしております。ただ週に1回だとか夏休みだけではまだまだ自分たちを目指す世界にはいけない部分もありますので、こういったネクストティーチャープログラムというのも合わせてやっております。これは2年間、それこそ先ほどは週に1回とか夏休みの間だけではなくて、これはもう365日学校の先生として働くといったプロジェクトになります。我々が選抜をした社会人であったり新卒人材にトレーニング、これは30時間とかではなくて1ヶ月間合宿型のリーダーシップトレーニングを受けてもらって、困難校と言われている公立学校に先生として就職をしていくプロジェクトになります。元となっているのがアメリカにある Teach for America といった、私が留学中に出会った組織になります。アメリカでももちろん教育格差というのは非常に深刻な問題になっていて、こういったスラム街のところでウェンディ・コップというのはですね、何を思いついたかというと、そういったところに全米で最も優秀で情熱のある人材、彼らの持っているエネルギーをこの格差の問題の解決に向けていこうというプロジェクトを始めました。23年前にこの教師の派遣のプロジェクトを始めて、今では年間6000名が採用されていて、2年間のプログラムで1万人以上のTeach for Americaの先生が子どもたちの課題解決に今でも取り組んでいます。驚くべきなのは、2010年の文系の就職ランキングで、実はTeach for Americaに2年間就職をしていくというのが Google さんであったり Apple さんであったり Microsoft さんを抜いて就職ランキング1位になっていったんですね。ハーバード大学の 18% の卒業生がTeach for Americaに入りたいと応募書、申請書を出していく、それぐらい今優秀で情熱のある人材を2年間学校現場に送ることができていて、その結果課題が山積みな学校現場に入っていて、一つ一つの課題を整理して解決をしていく。で、解決をしていく中で2年間のインパクトだけではなくて、実は2年間学校の先生をやると完全に教育の当事者になるんですね。問題意識ではなくて、自分は行動者にどんだけ大変でどんだけやりがいがあってっていうのを分かって当事者になるんです。そういった人たちが中には教師として残り続けるケースもあれば、いや違うと、政治のアプローチを取っていかなきゃいけない、ビジネスのアプローチを取っていかなきゃいけないといって転職をするケースもあります。ワシントン DC の前の教育長は Teach for America の卒業生でした。彼女の立場から教育格差の是正をするための法案であったり予算を通していく、ビジネスリーダーにどんどん転職をしていく人たちもいます。なぜ彼らがリーダーになるのか、教師経験こそが最高のリーダーシップ経験なんですよ。課題が山積みのところに入っていって、課題を整理してあるべき姿を描いて、子どもと信頼関係を築いてコミュニケーション能力を発揮していく、効率的に業務を回していく、こういった経験をしている人たちはビジネスのセクターにも活躍していくわけですね。で、各々の立場から教育に対して人物金の投資をするようになっていく。社会全体を巻き込みながら、この子どもたち未来の財産ですよ、この子どもたちのために何ができるのかということを考える社会を作っていってる。で、かつこれがアメリカだけではなくて、今世界28カ国で広がってます。インド、中国、バングラデシュという途上国もあれば、ドイツ、イギリスでは昨年の就職ランキング2位になりました。グローバルな課題なんです、教育というのは。このグローバルの課題をグローバルのネットワークを使って解決していくという新しい、社会ムーブメントの形なのかなというふうに思ってますが、 Teach for Japan はその23カ国目として加盟をしております。で、今1期生というのが、11名といった形で今年の4月から、スタートいたしました。10年後には1000名配置できるようにしていきたいと。そうすることによって教師採用者数、採用者数でいうと、ナンバーワンリクルーターになれると思ってますし、クオリティを早く上げていかなきゃいけないというふうに思ってます。で、とはいえ3年間経ちました、この活動を始めて。で、すごく大きな課題に取り組んでいるというふうに最近ますます感じるようになっていったんですけれども、最初はですね、志が大切だと学生と多く話をさせていただくんですけれども、志を持ってお前らと、熱くなれよってずっと言っていたんですが、で、最初もそうでした。私も上を向いて、この課題を解決していこう、志をもとにスタートをしました。ただですね、やればやるほどちょっと気づくんですけれども、志だけでは突破できない壁がやっぱりあるんですね。
ていうのは組織を運営していて従業員を採用していてインパクトを出すためにお金も集めてこなきゃいけない、プログラム作りもしていかなきゃいけない、アドボカシーもして制度も動かしていかなきゃいけない。そうすると志だけではなくてさまざまな要素が必要になってくるわけです。なので今学生に志だけではなくてですね、こういった志をしっかり実行する力というのを身につけていってもらいたいというふうに思うように、この3年間の学びの一つとして共有をさせていただきました。次世代の教師にリーダーシップを、すべてのこの町時代を切り開く力を、これにチャレンジし続けていきたいと思います。私は志からスタートしてチャレンジを始めて、チャレンジし続けたからこそ自分の弱みを理解してそれを乗り越えようと今でもチャレンジを続けています。ここは目指していきたい。で、ここで一つ私は国内の教育にこだわっているところも一つ共有していきたいんですけれども、2年前にですね、インドに行って Teach for India というプログラムを視察させていただきました。その時にインドの子どもたちと同じ生活をするというコミュニティ体験をしたんですね。で、朝行って挨拶をして、まず何をするかというと、子どもとゴミ山に移動して素手でゴミ山に手を突っ込んで硬いものを取り出していくと、要するに資源ゴミで、それをお金に変えていくと。で、その後に学校行くので、学校の中に何もないです。絶対的な貧困です。箱だけがある、プールもない、給食もない、もちろん運動場もないし、教科書もほとんどないような状態です。ただし私のような外国人を見た時に、 Teach for India の先生で教わっている子どもたちがぐわーっと集まってきて、 My name is なんとか、 What is your name? Where are you from? Where is Japan? 目を輝かせてたんですね。で、あの輝きは好奇心であったり希望でいっぱいの目でした。あの子どもたちに出会った時に、私はもしかしたら途上国開発であったり教育教育に携わろうと選択肢もしたかもしれないですけども、あれと出会ったからこそ私は今希望を失っている日本の子どもたちをどうにかしなきゃいけないという思いをさらに強くした限りです。で、こういった思いで日本の教育に貢献していきたいと思ってるんですけれども、どんどん教師を輝く仕事にした、一番かっこいい仕事にしていきたいと思っています。で、その結果、これは大きなチャレンジですけれども、より優秀な人たちが教育に携わるようになって、21世紀の社会で生き抜くためのスキルを持ったロールモデル、子どものロールモデルとなるような大人たちが増え、行動を起こしていく当事者も増え、で、Teach for America を一つの事例にしながらも、 Teach for America の社会ムーブメントを超えていくものを日本でも作っていきたいと、チャレンジし続けていきたいというふうに思っております。最近カレー屋さんでもですね、挑戦なくして成長なしと、これゴーゴーカレーなんですけれども言ってる時代になっております。私もですね、チャレンジし続けながら、そして自分自身も成長して、そしてそうするとまた違った世界が待ってるということをワクワクしながら、これからも教育の世界で教育界の松岡修造を目指してですね、頑張っていきたいというふうに思っておりますので、皆さんと何かしらご一緒できれば、これほど幸せなことはないです。どうもありがとうございました。